たちに任せて、君は下がっているんだ。よし、怪我はないかい？メリクル？ああ！助けてくれたお礼。さっきはびっくりして逃げちゃってごめんね。私はメリクル・シャムロット。みんなは？エッジ・マーベリック。リムなのよ。バッカス D-17。フェイズシファーベレッセス。くすぐったいのよ。みんなにも助けてくれたお礼だよ。気のせいかな。みんなから博士の匂いがするよ。博士ってクラウスさんのことだよね。うん、みんな博士の友達だったんだ。元気にしてる？クラウスさんから頼まれたんだ。君を宇宙の故郷に返してくれって。僕たちもあなたと同様に異星人なんですよ。だからさあ行こう。でも私、自分の星なんて分かんないよ。分かんないって、生まれた星がかい？気がついたら知らない宇宙船に乗ってたの。それは
密航というやつでは。確かにそう言われちゃったね。でもみんな私に優しかったよ。だけどブラックホールに飲み込まれて骨が壊れて、私だけがポットに押し込まれて助かったの。みんな自分のこと後回しにして私を助けてくれた。すごくいい人たちだったの。メリタン。うん。そういえばここに博士は来てないの？ミスター・バークタインとは途中で別れた。彼が自分たちをここまで連れてきてくれたのだが、おそらくまだこの基地にいると思います。じゃあ博士も一緒に宇宙に連れてって。クラウスさんも？ポットがここに落ちて私は捕まったの。閉じ込められていろいろ実験もされたの。でも博士だけは優しかったよ。だから私は博士と離れたくないの。どうしますか、エッジさん。いや、こればっかりはさすがにクラウスさんの意思を確認しないと。それよりも今はレイミーが先だ。早く助けないと。誰かを探してるなら私も手伝う。助けてくれたお礼だよ。あ、いや。さあ行くみゃー。みゃー。アルナス、僕たちがここに来る間に運び込まれたんでしょう。ふん、輸送技術は侮れないな。おやめなさい。誰が銃を向けろと言いましたか。この基地の最高責任者を務めていますミラ・バークタインです。ようこそ我々の星へ、異教の友の皆さん。あなたがこの基地の司令官なんですか。はい、部下の無礼をお許しいただければ幸いです。え、いや、そのこちらこそ。エッジさん、そんなことよりも今彼女はバークタインと。ああ、そういえば。そう、クラウスは私の夫です。いえ、正確には夫でした。性を変えないのは愚かな女の未練ですわ。やりにくいですね。ああ、メリタン、どうしたのよ。私、こいつが嫌いだみゃ。あなたに恨まれるのは当然ね。分かってほしいとは言わないけど仕方なかったの。仕方なかったとはどういうことですか。僕たちはここに来るまであなた方が実験体と呼ぶ多くの敵と戦いました。そして彼女、メリクルも閉じ込められ様々な実験を受けたといいます。仕方ないで片付けられることじゃないでしょう。人道に反するとは承知しています。クラウスも罪悪感に耐えきれずに去りました。それでも
私は後には引けなかったのです。たとえどれほどの泥をかぶろうとも、守りたいものがあったから。それは科学者としての名声ですか？まさか。私が守りたいのはこの地球です。あなた方のいた未来と違って、今この地球はエネルギーが枯渇寸前なのです。それこそほんの数年先も見えないほどに。ちょっと待ってください。あなたは今未来と。これでも科学者の端くれですから、それぐらいの推論は立てられますわ。もっともレイミさんとの貴重なお話がこの推論の鍵となりましたけど。レイミに何をした？レイミは無事なのか？私も女です。彼女に危害は加えていません。辛労でしょうか、今は別室で休んでいます。そうなんだ。話を続けさせてもらいますね。迫り来るエネルギー問題を解決するため、今世界の目はある力に向けられています。我々が持ち得る最高の力、未来から来たあなた方には察しがつくのでは。この時代の最高の力、核。そうです。世界を滅ぼしかねない力にすがって何になりましょう。私はより安全かつ完全なエネルギーを求めました。そしてその理想を宇宙の超科学に見出した。だが君たちの手段は道理に反する。分かっていますけれど、この地球に生きる人々、そしてこれから生まれてくる子供たちのために。もしやあなたは。あなた方の世界ではエネルギー問題などとうに克服されているのでしょう。そう、この大地の上で誰もが幸福に生きているのだと思います。人々の幸福のために宇宙の超科学が必要なのです。決して大地を汚すことのない完全な力が。大地を汚すことのない力。もしもですよ、もしも今そんな力があったとしたら、この地球は永遠に青く輝くことでしょう。私たちは皆それを願っているのです。未来を変えられるっていうのか、エッジさん。地球は青く美しいままでいられるのか。あなた方が力を貸してくださるのなら。未来の地球に帰れなかったとしても、せめてより良い未来を作れるなら。美しき未来のためです。何をすれば救えるんですか？僕たちはどうすればこの星を、この星の未来を救えますか？ミスターエッジ、未来を変えるというのがどういうことか君は理解しているのか？歴史が変わりかねないんですよ。それはエッジさん本人にも関わることです。君だけではない、ミス・レイミにも何が起こるかわからないのだぞ。分かってるさ。でも僕は未来の地球を知っているんだ。地上に人が住めなくなったあの地球を。それでもあの星は僕のふるさとで。帰ることができないのなら、せめてこのくらいは。エッジさん。確かカルナスとか、実に素晴らしい船です。単刀直入に言います、あの船の制御コアを分析させてもらえませんか？制御コア？エクサリチウム結晶のことでしょう。巨大なエネルギーを得るためには確かにあれが必要不可欠です。
約束してください。今後異星人への非道な研究を打ち切ると。同じ宇宙に住まう彼らと手を取り合っていただけると。そして地球の美しい大地を自らの手で汚すような真似をしないことを。もちろんです。それこそが我々の究極の目的なのですから。信じてもいいんですね。確かにお預かりします。あれの用意を。早速実験を開始します。はっ。皆さんはこちらへ。この部屋は。皆さん、ここでレイミさんと一緒にくつろいでお待ちください。レイミ、そうか、この部屋に。さあどうぞ皆さん。皆さん、レイミに何を。動いたのよ。そんな、何のつもりですか、ミラさん。先ほども申し上げましたが、今は加えていませんわ。ただ少しばかりリラックスしてお話を聞かせていただいただけです。例えばエッジさん、あなたがこの地球の未来の方であるとか、反物質エンジンの存在とか。僕を騙したのか。騙しただなんて人聞きの悪い。この実験が成功すれば我が国は強大な力を得る。非道な研究をしなくても全てが手に入るのよ。何。もちろん宇宙人たちとも手を取り合うわ。そう、支配するものとされるものの関係でね。そしてこの地球を汚すこともないわ。大地を焼かずに敵を滅ぼすことも容易なのだから。そんな。あ、あれは。これはまずいことになったぞ。反物質反応炉だ。本来ならあれとエクサリチウム結晶を用いて追消滅を制御し、多大なエネルギーを供給できます。だがあの反応炉はあまりにも粗末にして稚拙、到底追消滅エネルギーをコントロールできない。間違いなく暴走するぞ。随分と手厳しいですよね。ですがあまり過小評価なさらぬように。私とクラウス、今世紀最大の頭脳が共作した最高のシステムよ。そう、私とクラウスの子供も同じ。ああ、ケビン、私とクラウスの可愛いケビン、今ママがあなたに命を吹き込んであげる。そうすればきっとあの人も。聞こえるわ、かわいい子の産声が。
あの人は壊れていたんです。最初からずっと。どうするミスターエッジ、あれが暴走を始めたら何もかも終わりだ。僕はどうすれば。